はい、コンビニのレジ横の揚げ物がですね、どんどんおかず化しているというニュースやってましたね。まあ、共働きで忙しい家庭とかですね、あと一人暮らしの人はもちろん、まあ、最近は高齢者の一人暮らしの方も増えてるということで、もう一品なんか欲しいなっていう時に、コンビニの揚げ物で、済ますという、そういったニーズに応える形になってるみたいなんですね。僕もね、ついつい買っちゃうんですよね。ね、コロッケだの、ね、メンチだの、美味しいですよ、揚げ物っていうのは。なんかね、ダイヤの指輪のプレゼントみたいな感じだね。どういうことかって？カラッと上がると嬉しいってね。ねずっちです。ではまた。